Hey, what's up, guys? どうも、カズナです。今回の動画はですね、前回に引き続き、サッカーの用具を紹介したいなと思います。前回の動画見てない方は、ぜひチェックしてください。前回の動画では、スパイクを紹介してます。前回の動画でも話したんですが、アメリカの大学は基本的にサッカーの用具は全て支給されます。全部無料で支給されます。なので、この動画では色々と、その無料でもらった用具を紹介してるんですが、今回は何を紹介するでしょう。早速行きたいなと思います。やべ、ちょっと見えちゃった。はい、今回紹介する用具こちらです。じゃん、キーパーグローブ。これキーパーグローブ今回は紹介したいなと思います。もちろんこれも無料で大学から支給されたやつです。これちょっと一回使っちゃってるんで、少し黒ずんでるんですけど、まあまあまあいいでしょう。こちら高瀬調べあります。ネットでの高瀬調べではこちらのグローブ、アディダスプレデター GL プロ FS。 これ正直FS の意味あんまり僕分かんないんですけど、一応アディダスの公式サイトで売ってなかったです。でこちら、あ、 FS はフィンガーセーブだ。フィンガーセーブ、こちらフィンガーセーブって言って、中に鉄プラスチックかなが入ってるんですね。で突き指防止とか、まあ、そういう効果上がるみたいなんですけど、自分はそのグローブ使ってます。この使ってる理由としては、自分結構突き指が多くて、普通のグローブ使ってて結構もう突き指が多くて、手術も2回かな、指の手術2回したぐらいなんで、もうさすがにこれはやばいということで、キーグローをフィンガーセーブに去年かなから変えました。だから実際にこれ使ってプレイする様子とかはまた違う動画で出したいなと思ってるんで、お楽しみにしててください。この高瀬調べなんで、こちらアディダスの公式サイト見たんですけど、アディダスの公式サイトで売ってなかったです。フィンガーセーブを売ってなかったので、一応楽天かな、楽天市場で見つけました。はい、その楽天市場で売ってるこのキーパーグローブの説明ちょっと読みたいなと思います。はい、こちらのグローブ、手の甲の部分にボールグリップ性を高めるラバー素材、デーモンスキンを搭載。これボツボツだね、ボツボツ、これデーモンスキンを搭載してる。で、反り返りを防止するフィンガーセーブ仕様のプロ仕様ゴールキーパーグローブ。そう、一番これトップモデルです。一応アメリカの大学では全部トップモデルで支給されます。で、メーカーカラー、ブラック、ホワイト、ゴールド、メタリック。で、特徴、タイトでしっかりと指にフィットする。指先の形状はネガティブカットを採用。ネガティブカットが何なのかよくわかんないけど、まあ行きましょう。指先にはシュートの衝撃による反り返りを抑えるフィンガーセーブ、あ、突き指防止だけじゃなくてこの反り返りを抑えるっていう効果もあるらしいです。でボールに負けないっていうことですよね、多分。で、パーム素材には最高のグリップ性とクッション性を兼ね備えた URG2.0 ラテックスを使用。で、手の甲の部分にはラバー素材の無数の突起、デーモンスキン、さっき言ったやつですね。デーモンスキンを搭載。パンチング時のボールグリップを向上。これパンチング飛ぶんだよな、これで。いや、これ、結構なかなか、いろんな、なんだろう、メリットというか、効果がありそうですね。すごい。で、まあ皆さん気になる、お値段なんですが、多分お値段が一番気になるところだと思います。発表します。でるるるるるるでん。15,840円、楽天市場でです。楽天市場で一応15,840円なんですが、メーカーの定価ですね、定価は17,600円です。高い、17,600円、いい値段する。まあどうなんだろう、でも実際このなんだろう、グローブのね、性能とか考えると高くないのかもしれないですよね。間違いなく、まあ、トップモデルにふさわしい仕様になってますよね、このグローブ。うん。まあ、一回ちょっとはめてみようかな。ここで一回ちょっとはめてみます。ボールのなんだろう、触った感覚とかはまた違う日にグラウンド行ってやろうかなと思ってるんで、一回はめた感じだけ、おぉ、まあ、スッと入りますね。あ、一応あとこれあれです。なんて言うんだろう。巻くバンドみたいなのがついてないです、これ。スパイクも同じですね。最近のスパイク紐がついてないですね。それと同じです。でもスッと入りやすい、意外と。あ、で、ちょっと指先はちょっとタイトかな。ちょっとタイトめで。うん、しっかり
指に密着する感じですね。あ、いいな。で、このクッション、このなんだろう、クッションは厚め、ちょっと厚めかな。はい。で、結構グリップもいい感じしますね。あの、わかりますか、あの新品特有のちょっとネバッとするというか、うん、っていう感じですね。一回使っちゃったんですけど、いいですね。これあとフィンガーセーブのこの中にあのプラスチックみたいなのが入ってるんですけど、これって最初すごい違和感あるんですよ。フィンガーセーブ、うわ指動かしにくいなとかあるんですけど、慣れるとマジでハマります。手にほんとハマります。で、なんだろう、指の形がもうすでに決まってるっていうかあるんで、もう手を出すだけでいい。手をもう形出し作って、なんだろう、手の形作っても出すだけでいいんですよね。だから結構慣れるとめちゃくちゃいいですね。あと自分のイメージでは、このさっきも言った通り、これ反り負けないんで、指が弾いた時に普通のグローブと比べて飛距離が出る気がするんですよね。ボールのだってね、スンって弾いてくれるような気がします。はい。なんでなかなか自分は結構好きなグローブですね。皆さんどのメーカーが一番好きなんだろう。最近だとアディダスとかナイキ、まあ、プーマかながグローブの中でも結構主流だと思うんですけど、皆さん何がお気に入りですか？自分は割と結構アディダス好きですね。はい。まあ、こんな感じでちょっといろいろグローブ、まあ、今回このグローブだけなんですけどを紹介してみましたが、どうでしたでしょうか？はい。まあね、まあ、いろんなグローブ、まあお気に入りとか、まあ、嫌い、好き嫌いあると思うんですが、まあ、ぜひ皆さんのね、好きなグローブとか、これおすすめだよっていうグローブがあれば、ぜひコメント欄に、コメントお願いします。皆さんにちょっとシェアしましょう。どのメーカーが一番多いんだろうな。やべ、落ちた、もう落ちた。 OKOK、 まあ、じゃあこんな感じで今回の動画は少し、本当にちょっと今日は短めになったんですけど、終わりたいなと思います。まあ、また次回じゃねえわ、機会があればキーパーグローブ使った感想とか、あとスパイクを使った感想もね、グラウンドでやりたいなと思ってるんで、お楽しみに。ぜひ皆さんチャンネル登録と、この動画の高評価ぜひお願いします。はい、こんな感じで今回の動画は終わります。また皆さん次の動画でお会いしましょう。 See ya。